はい、うん、はい、デッドボーイズでテルミーでした。はい、皆さんこんばんは、ブルースリーです。君はなんだろう、なんだよ、リーガクスン、リーガクス、はい、そうか、はい、今日すごかったですね、高橋さん、うん、乗ってますね。乗ってただけでしたね。乗ってただけ。乗ってただけ。組み立てゼロ。はい、もう一回やって。ちょっとは何なの？いや、僕の印象だとそういうのが出てくるんですよ。出てこねえ。出てくるんだよ。出てこねえよ。まあ、そんなわけで。はい。いやいや、おっちゃんブルースリーになった口なんなかった。あ、なんの？でもヌンチャクはちょっと凝ったけどね。あ、そう。俺なんかもブルースリーになった口だからさ、すんごかったよ。まあそれは後でまた出てくるって言って。出てきませんよ、もう。出てくるんだよ、うるせえな。俺が出てくるっつったら。はい。はい。それではこれはね、名前がよくわかんない恐竜のハガキで送ってきてくれたやつが、はい、キンクスエイド係音中ということで、今日はキンクスをリクエストしたいと思いますと、なぜキンクスは売れないんでしょうかって書いてで、新しいレコードが去年出たんだよさ、うん、それでも売れないと、なぜ売れないのかと、やはり好きなのはでも最初の4枚くらいです、うん、これでは夏メロです、生きながらキンキンサウンドに葬られです、何がいけなかったんでしょうか、まあ、いろいろあんだよそりゃ、うん、なんでしょうね、うん、読まなきゃよかったこんなせっかくブルースリーで盛り上がったのにしょうがねえ。ザ・キンクス I need you。 はい、ザ・キンクスで I need you、はい、俺はキンクスが大好きなんだけどさ、うん、キンクスっとやっぱり18ぐらいの時ぐらいから聞き出したのかな、ちゃんと、うん、すげえたくさん聞いてさ、でキンクスね、キンクスってとにかくさ一番覚えてるのはね、俺なんかさ家の2階で寝ててさ、うん、俺んちのさ母親がさ、うん、昼間寝てたんだよ俺が、うん、グッてしたらガーッて2階上がってきて、ラジオでキンクスがかかってるとか言ってさほんとほんと、それでさ、いや俺ほらいつもさキンクスとか聴いてさ、ギター持ってさ、うん、オールザナイトとか言ってやってたからさ、うん、覚えてたらしくてさ、うん、キンクスかかってるなんつってさ、でめんどくせえなってかかるだろうと思ったんだけどさ、あんまりすげえ結晶できたからさ、どれどれと思って一緒に降りてってさ、うん、ほうと思って聞いたらさ、キンクスでもなんでもねえんだよそれとおかしいなと思って、さっきキンクスかかってたんだけどなーなんつってさ、うん、聞いてたら、あのノーバディがさ一時マージービートのさ、あの全部繋がってなんじゃん、スターズオンみたいなので、うんうん、昔流行ったろビートルズとか、うん、あれでさブリティッシュビートのやつでそういうの作ってさ、たまたまそのラジオ聞いた時にキンクスがかかったらしいんだよ、キンクスのパートが、うん、でびっくりして上がってきてさ何のことはない、その後また寝たけどさ、うん、よく覚えてるよあの時の光景は、なんとなく、うん、そうそう、まあキンクスね、初期っていうかやっぱりまあその後もう結構好きなんだけどさ俺は、だけど前一番やっぱインパクトあったらこの I need you とかさ、うん、オールオブザナイトとか、このコードがジャジャってね、そう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 、動く感じがないこの辺、ゴールドワックスっていうね向こうのレコードコレクター用の本みたいなのがあってさ、うん、それにキンクスの特集が第3巻かなんかに出ててね、うん、それユーリアリガトミで当てて味を占めて、それの変形で何曲も作ったとかさ、うん、そのうちの1曲かいなこれはって、でもこのガガっていう以外でもいい曲あんだよたくさん、うんうん、バラードっぽいやつとかでもさ、ね、サニーアフタヌーンとかいいし、ビクトリアとかもいいんだぜ、うん、キンクスがもっと流行りゃいいんだけどさ、夏メロじゃねえぞっつってそれでね、うん、まあちょっとこじつけっぽくなってあれなんだけどさ俺なんかの仲のいいバンドでシェイクスってバンドがあって、前にこれロックステーションやってたんだよね、黒水兄が、うん、そうね、で俺とかがまだそのちょうどその頃だよな、18、19ぐらいの時にさ、シェイクスっつうのは東京でもバリバリでやってたわけよ、うんうん、ちょっと年上だからさ俺たちより、それであの友達とかのコンサートとか行くとさ、俺の友達なんかが前座とか出ててさ、うん、鳥とかがシェイクスなんだよ、うんうんうん、それでさなんだかさやっぱ演奏うまいんだけどさ、あの調子で出てきてさ、こうわーって喋るから何言ってたか全然わかんなくてよそれでさ、でも兄弟でやっててさ、うん、黒水兄弟っつうのがなんとなくさ
あのレイ・デイビスとデイブ・デイビスみたいな感じでさ、キンクスみたいなバンドだなとかさ、結構かっこよかったんだよバリバリで、うんうん、ザ・シェイクスと当時さまだビートパンクとかそんな言葉ないしさ、うん、ビートバンドなんていうのは数えるぐらいしかなかったんだよ。だからさ当然さシェイクスとか俺たちも持ってたしさ、うん、あと今ブルーハーツのマーシーがいたさブレイカーズとかさ、うん、そういうグループがあってさ、でシェイクス見に行ってでバカにしてたけどな、うシェイクスなんて なんだってさ、喋ると何言ってるか分かんねえからこいつ辛辣中毒じゃねえのかなって話でそうでもねカバーとかもねかっこよかったよ。これ次の曲は1960何年にジョニーとパイレーツがヒットさせたシェイキンオールオーバーなんつってさ、ブーみたいなちょっと熱いハードなバージョンでさ、うん、バッドボーイになりたくてとかさそんな歌もやってたの覚えてるけどな、うん、まあな奴らはななんつってさバッドボーイに憧れてんだろうなんつって俺たちバッドだからよなんてわけのわかんないこと言っちゃってさその後やっぱりさシェイクスもライバースと一緒にやるようになったりしてさ、うん、やっぱ趣味とか近いしさすごい仲良くなってさ、うんうん、この間も電話かかってきて、ね、ロバート・ジョンソンがルーツとしてたミュージシャンのCD かなんかがヤズっていうレコード会社があるんだけどそっから出ててさそれ買ったっつって電話かかってきて、うんうん、で俺ねロバート・ジョンソンのレコードは持ってるっつったら「いやそうじゃなくて」とか言ってさ「持ってない」っつったらテープ取ってね持ってきてくれた、うん、その時あのシェイクスの新しいあの CD をくれて、うん、なかなかやっぱり良かったっつうかこうなんかさこうもちろん違うわけよ趣味っつうかさ広がり的には、うん、ただこれがかっこいいんだろうとかさこれが自分たちにとっては最高なんだろうって思うようなとこがやっぱりさあの黒水兄ちゃんとかはさ俺が何度か話したりとかさいろいろしてる部分ではさすっげえやっぱ近くてさ、うん、で俺なんかよりも純粋なんだなきっとちょっと理屈っぽいとこもあんだけどさ、うん、純粋なのねすごく、うん、それで大好きなんだけどさ俺なんかみんなでロックンロールおバカやろうっつってんだけどさここにもいましたおバカガッツそれではシェイクスの新作から聞いてみましょう Comes the Time。 はい、ザ・シェイクスで Comes the Time、はい、きっと死ぬまでロックンロールあるでしょうね今度やっぱりシェイクスのステージに乱入して、うん、ハモニカでも吹きたいなって感じがあるけどハモニカ入るといいなって言ったら入ってた、ね、うん、入って、いや歌中で入ってほしかった歌の後ろでガーッてやらしい感じの、うん、ビートがタイトでさ後ろでハモニカ鳴ってて、うんうんうん、なかなかやっぱりねあのアシベとかでよくやってたんだよ、うん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 、アシベとかでさ Welcome to the Beat Club とかそういう名前のコンサートがあってさ、うん、よく出てたよねシェイクスすごいシェイクスということで最近あのジョン・メイ・ウォールとハートブレイカーズっていうグループが来日してあのこの間コンサート会場でファンのやつから手紙もらってさ、うん、見に行ったんだってさでたまたまその子はあの俺がラジオかなんかでかけたの聞いて興味持って行ったらしくてさ、うん、すげえ良かったっつって、なんか嬉しかったなっつって手紙とさその時の録音したテープくれてさそういうの次まあ俺は嬉しいなと思ったからさ、うんうん、自分がさいいなと思ったのをまた全然知らなかったやつになんとなくまあラジオとかで伝えることができてたんで、うん、そいつもいいなと思ってくれたらさなんとなく一緒に話してみたいなとか思うじゃんさ、うん、そんなやつがいっぱい増えてねどこ行ってさどこで会ってもいろんなやつとそういう話とかできていいなと思うんですけどもそれではジョン・メイ・オールとブルース・ブレイカーズフューチャリングエリック・クラプトンということでオール・ヤ・ラブ。はい、ジョン・メイ・オールとブルース・ブレイカーズオール・ヤ・ラブ、このレコードは俺がね同じマンションに住んでた戸沢君ってやつから撮ったねSG ギターっつうのがあったんだけど、うん、それを年上の友達の山口ってやつが俺から奪って、うん、その肩代わりに奪い取ってきたレコードでした。それではコマーシャル。はい、さてのぶちゃんおっちゃんこんばんは。最近とても虚しい。いくら私がああだこうだ言ってもその質が相手に伝わってないかもしれない。そう思うと自分で何してるのかわからなくなってしまいます。もともと人見知りが激しくてあんまり人と話すのがうまくないし、これは自分だけしか分かってないかと。もう一押しして言葉を削ってしまっている。
しかもお調子者、その時々で自分のキャラクターを作ったり、本当は面白みの全然ない人なのですが、他の人からちょっと変わってるねとか言われると納得してしまい、すぐそういう風に振る舞ってしまい、気がつくと自分の思ってることとは点でかけ離れてしまっている。だんだん嫌なやつになっているのかもしれない。意地張って素直になれない自分が腹立たしい。どうしたら相手にうまく自分の気持ちが伝えられるの、永遠の謎だわと、うん、こう手紙が来てますが、はい、まあいつも手紙くれるやつなんだけどさ、うん、まあわかるよこういう感じはさ、うん、俺はよくわかるよ、うん、おっちゃんは結構いつでもあれだから、わかるよって言い方も変だな、なんとなく俺も近いとこあるかなって気がするからさ、うんうん、まあでも俺言うからな、なんとなくなんとか伝えるまで言おうとするからさ、うん、うん、そうなんですけどさ、なんか特に喋んないからさ、うん、あそっか、そう、なんかそういうのあるよ、あそう、うん、缶ビール1本で女口説き出しって言ってる、よく別に女を口説いちゃいないんだろうけど、酒を飲む前と飲んだ後じゃものすごく態度が表現するのばわら立つしって、俺変わるか酒飲むと、いや変わんないよね、酒飲むと穏やかになるよな俺、うん、どっちかっつったら、そう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 、酒飲まないとさ、変な酒飲まないとっつんでもないけどさ、普段の時ってすぐ怒ったりすんじゃんさ、うんうんうん、もういいやとかさ、うん、帰るとか始まんじゃん知らねえよとかさ、どうなってんだよとかさ、酒飲むと絶対そういうことないな、うんうんうん、酒飲んで喧嘩したこととかないもん俺、そうね、うん、あそれ初めて、そうそう、あと別に酒飲んだら女口説くっつうのもないな、まあ、飲まなくても口説くっていう、そうでしょうね、なんだそれ違う、いや俺さブルースのさ歌詞とか読むとさ、うん、あの今もさ読んでる本のやつでさ、うん、ブルースマンの歌っつうのがね、こういろいろさ、いろんな遠回しに言って口説いていくんじゃなくてさ、すぐやらしてくれとかさ、うん、マディオータスの歌とかそうなんだよ、うん、でさブルースマンたちっていうのはそういうところが豪快でいいとかさ、ちょっと俺もさそうしようと思うわけよ、心の中でそれだなとか思ってさ、こう可愛い子ちゃんがいたらさやらしてくれとかさそういう感じあるじゃん、柴山さんとか言いそうな感じするじゃんそういう感じでさ、俺もやっぱり行かなきゃダメだなと思うんだけどさ、どう思うんだろうこのマイクとさ趣味はとかさ、ね、暑いですねとかさ、動物好きなんですか、うるせえなって言われちゃうんだよねそういうところがこのね、あのちょっとこう永遠の謎だわっていう、はい、永遠の謎でしょうか。次の曲はプライベート気まぐれロメオ、はい、プライベートで気まぐれロメオでした、今度、6月の9日に名古屋でライブあるんだよな、うん、愛知勤労会館、愛知勤労会館、皆さんお誘い合わせの上、何でもいいから連れてくんだよガンガンそれでも最初からぶっちぎれっぱなしすごいだって、さっきのまあコマーシャルの野郎相変わらず「ワッツフリードオンツアー」とか言ってたら、うん、一回あいつ見つけ出してしばき上げてやんなきゃいけねえなもう一回言ってみろよらとか言って録音してやんだからしょうがないんですよあそっか毎回言ってんじゃないよ、どっか別の部屋で違うのあそっか、はい、いやコンサートといえばこの間あの日比谷の野外音楽堂でやったんですけど、ね、やりましたね、うん、まあ日比谷野音で2日間やってどうですか、うん、気持ちよかったよね、そう、うん、野音通とさやっぱリハでついついやらせてもらったんだけどさやっぱ燃え尽きるライブって感じがするんだよね燃え尽きるライブ、そうキャロルって感じがあってさ、うんうん、そうそう武田鉄矢が出てくるっていう、俺も武田鉄矢出てくればよかったんだけどカロルに合わせてって言ってジーンズできましたらって言って何者だこいつはってなことで日比谷野音に捧げましょうか、はい、キャロルでファンキーモンキーベイビー、はい、キャロルでファンキーモンキーベイビー、うん、キャロルってさでも俺ね実はねそのね若い頃には全然聞いてないんだよ、二十歳過ぎてからでまだその時あったないよもうあるわけねえだろ、ね、だってさ俺がだからあのだからキャロルっつうかさ矢沢吉とかそんなにそれほど好きでもなかったからさチャイナタウンぐらいだったの好きだったからね、うん、それでもう随分経ってからだよもうさプライベートとか始めてからかな始める前ぐらいかな副島四郎とかがさキャロルとか好きでさあ少年も小学校4年に解散コンサート行ったとか、ね、そうそ う, そ, う, そ, うそれでさ、うん、で副島四郎とかがさやっぱキャロルやろとか言ってでもいつも遊んでんじゃん俺、うん、そうするとさキャロルとか聞いててさやっぱ昔はね俺
なんか油っぽいのが嫌だったんだよ。クールスとかさ、キャロルとかなんかさ、こってりしてるっぽい感じがさ、油っぽいね、嫌でさ、どっちかというとデップローションの方が好きだったからさ、うん、そういうです。でもその後にさ、キャロル聴いたらさ、曲がかっこいいしさ、でね、キャロルのビデオが出たんだよ、うん、その燃え尽きるライブっていう、うん、それがすんげえかっこよくってさ、それで最初あの岩城こいつとか出てきてさ、うん、でジョニーオクラがとにかくかっこいいんだよ。俺だ、A ちゃんいるジョニーオクラの方が好きなんだけどさ、うん、それでそれからね、キャロルね、よく聴くようになってさ、そうそう、で夏の終わりとか名曲と出会ってさ、うん、カッチオンなんつってうん、あのね、そうだな、何を言ってたのか忘れちゃった、ちょっと思い出すよ。それまで喋ってて、なんか失恋のこと思い出して、いや、そういうんじゃないの、そういうんじゃなくってね、うん、あ、そうそう、最初にキャロルのレコード手に入れたのは、あのね、今ね、キティアーティストかなんかでね、姫野木なんとかっていう歌手のね、マネージャーやってるね、西山って人がいるんだけどさ、うん、その人が俺がバイトしてたとこにいた人のダチだったんだよ。その頃、あのね、フィリップレコードとかいうのがあってさ、うん、そこに勤めてたわけよ、うんうん、それで会社の宴会でキャロルのコピーバンドやるから俺に革ジャン貸してくれって言ってきて、うん、じゃあ革ジャン貸してやるからキャロルのレコードくれとか言ったんだ。それでね、レコードもらったの、キャロルの、うんうん、そうそう、今日持ってきてる、そうそう、グレーテストヒット、うん、そうそう、そういえば副島四郎とかさ、陳平君とか知ってんでしょ、うん、アルミ、あのほら、あれあるじゃん、ジョニーオクラが最近さ、うっちゃんと始めたバンド、なんつったっけ、グリースじゃなくてさ、あれ忘れちゃった、なんとかっていうバンドがあんだよ、うん、プリーズプリーズプリーズのさ、コンサート見に行って泣いたっつってたもん、ジャニーとか言って30男が泣くなっつって、すんごいね、そういうのあったけどさ、おっちゃんキャロルとかそういうのは聞いてさ、聞いてなかったね、うん、クールスとかさ、クールスはね、うん、俺も1枚ぐらいしかレコード持ってんねんけどさ、紫のハイウェイとかさ、うんうんうん、なんか銀座ナウとかよく出てた、ああそうそう、ああいうので見てるだけ、うん、それでね、クールスも今度再結成コンサートがあるんだよ、うん、中野サンプラザで、もう水島資料ってチンペイ君切符持ってたもんこれで見せてんの俺に行くぜ行くぜクールスとか言ってなんじゃろほいと思ってよっぽど好きみたいね、うん、だからこの間ほら、俺とさ、その3人でさ、ストレイキャッツ見た後にさ、踊り場行ったっつったじゃん、うん、踊り場つかクラブにさ、うん、タオヌ検証がやっぱりさ、キャロルかけてさ、チンペイ君盛り上がる盛り上がるガッチョーンとか言って燃え尽きようぜ今夜はとか言って、なんじゃこいつはそうそうそうだよ。だからあん時ね、ガールアンとしてさ、うまいことやろうかなと思ったら、曲が盛り上がった曲がかかりだして、ちょうどそれでソレンとかがかかっちゃってさ、うん、キャロルとかかかってもう収拾つかなくなっちゃったね、うんうんうん、そんなわけでね、キャロルの話題でしたが、はい、次は最近いろいろリクエストのブルースナンバーなんですけども、今日はオーティスラッシュのホームワーク、ホームワークのオリジナルですね、これが。それでは聞いてみましょう、オーティスラッシュホームワーク。はい、ということで2時になりましたけども、うん、ね、まあ、オーティスラッシュのホームワークっていうことで、うん、どうでしょうかね、初めてね、知ったのはね、あのルスターズのさ、フールフォーユー、ケン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 っていうさ、フールフォーユーって曲があるんだけどさ、うん、それの元歌がホームワークなわけなのよ。ほうほう。でね、俺は確かね、ドクターフィールグッドのライブ版があって、うん、3枚目だか4枚目ぐらい、うん、それの初回プレスのみのおまけっつうのが、あのね、シングルがついて、それが確かホームワークだった今気がする。ライブに入ってたのかどうか、それを副島四郎が例によって持ってたのよ。かっちょ嫌なやつ。それで J ガールズバンドのファーストアルバムっていうかね、日本だと随分後に出たんだけど、デビューっていうアルバムがあって、うん、それにホームワークが入っててさ、うんうん、で、大津橋のオリジナルを聞いたことなくて、聞きたいなと思ってね、なんだか阿佐ヶ谷のブルースバーとかさ、その頃あんまりブルースのレコードどこで売ってるとかさ、よく分かんなかったからさ、うん、飲み屋だけは出入りしてたわけさそれでね、どっかの飲み屋でなんかどっか福生の方でライブした帰りに、うん、そういうところでさ飲んでて、レコードがいっぱいあるじゃないとこってさ、デオティスラッシュのホームワークとかって探して聞いたような記憶があったんだけど、もうほとんど忘れててさ、
最近ちょっとまた買い直したっつうかって、うん、かけましたが、はい、まあね、そんなわけでした。じゃあハガキでも読んでみようかな。プッププーのやっぱ反響結構多いんだよね。多いよ。今日もね、プッププー斎藤はいてね、プッププー斎藤ね、番組に出てくれっつんだけどね、プッププー恥ずかしがって出ないんだけどね、プッププーいつもねお茶入れたりとかね、ところがどっこいね、プッププー本人から手紙が来てるって言ってますね。だからこれ本人が読めっつってんだけどさ読んで。おお、かわいそすぎる。うん、書いてありますか。おお、かわいそすぎる。誰がいつタクシーの中でおならしたのよ。絵だって。ちっちゃいだって。変な絵が書いてあるよ。ルル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 とね、ニョロニョロ。何やってんだあいつ、ちょっと。おい、プッププー。あ、こっち来ね。あ、いたいた。いた？あ、こっち来た。プッププ、君の町のプッププを探せということで、うん、これは誰だ、名前が分かんない、なんとか忍ぶ、はい、君の町のプッププを探せということで、私はふっと一人の女の子を思い出しました。名前は斉藤プッププ違うか、名前は言えないけど小島さんという女の子がいました。斉藤じゃん、小島さんと呼んだ子がいました。その子の話をします。あれは確か1月のものすごい寒い日にガンガンストーブを焚いてた日です。いい加減ストーブの暑さにクラスのほとんどが気持ち悪くなっちゃったんだけど、たまたま先生が怖い先生で誰もストーブを切ってと言えなかったんです。それで教室がムンムンしてて、突然小島さんがブーと鳴らしました。普通音が大きいのは匂いがないと言うけど、小島さんのすごい匂いがして、ストーブの熱さと小島さんのおならがミックスされてとても強烈すぎて、いつもならうわおならだって騒ぐ男子もこの時ばかりは静かに下向いていました。臭いから窓を開けるぞとも言えず、ん？今物音がしたようだが授業中に音を立てるなんていけないぞって引きつり笑いをしてました。なんだかんだ言ってみんなは残りの時間25分我慢して授業を続けました。チャンネルあれまだ、ね、チャイムが鳴ったと同時にみんな外に出たり窓を開けたりしてました。私もほっとして何気なく後ろのロッカーの方へ行きました。それで何気なくクラスで育てたオタマジャクシを見たら仰向けになって浮かんでいて死んでました。嘘つけ。いや、これはストーブの暑さで思ったんですか。朝見た時はピンピンしてたのに。その事件の後、私は名古屋に引っ越してきたので今小島さんはどこで何をしているか知りませんということで、プッププーの話終わりました。プッププー、いろいろいますね。しかしまあタクシーで勝負かけてほしい。そうですね。まあこれは結構なんとなく、この小島さんっていうのは分かるつうか、なんとなく情景が浮かぶな。恥ずかしいだろうな、小島。これはね、福岡県井上。プップーちゃん、そしてのぶちゃん、おっちゃん、こんばんは。プップーちゃん相変わらず元気よくやってるだって。プップーちゃんってとても気さくで良い方のようですね。私はそこまでまだ人間ができていないので、なかなか男性の前でおならは出せないです。男性の股間をついたことならあります。何それ。いや知らない。すんごいな。野原くん、おっちゃん、こんにちは。はい、岐阜県富田真由美。今日は私の母は、あ、ちょちょちょ、こんにちはか。私の母はプッププーです。まあおばさんはそうですね。のぶちゃん、おっちゃん、こんばんはと。これは誰だ、わかんねえ。おい、プッププーちゃんいる。プッププーちゃんって東芝 EMI の人なんでしょ。ね、いろいろ来てますから。これ何、ハード。すごい、小松さん。ハロー、のぶちゃん、おっちゃん、私は17歳の女子高生です。実は私、プッププーちゃん。知るかってんだ、そんなこと。君の町のプッププーちゃんを探せするに私がプッププーちゃんです。弱っちゃったな。それでは次の曲はボブとか。おっちゃんの異常な喜び方。
ボブ。ボフだよ、ボフ。あ、ボフってか。バカじゃねえ、これ、バカ。あちょーって。次の曲はザ・モジョーズで、ボフじゃねえや。なんだっけ。Everything's alright。はい、ザ・モジョーズで Everything's alright。この曲は後にデビッド・ボーイがピンナップスというレコードでカバーしているんですが、うん、オリジナルついてるかな多分もうちょっと、さてプッププーがよスタジオに入ってこないんだよちょっとプッププーやらせようかと思ったんだよやったら困るじゃん困る、うん、放送中断そういやそれはいいとして、はい、まあプッププーの話題はまあこの辺で、はい、本日は打ち切り、うん、強力なプッププーの登場欲しいですな、はい、それでは次はですね、サンダーダイヤモンド秀樹来ましたね、ハロータツシこの前ロックウェーブがテレビでやってて見たけどよなんだかすげえつまらなそうだったぜ名古屋はノリが悪いとかよく言われるけどよ6月9日はめちゃくちゃ盛り上げてやるから安心しろそれからキーボードの吉田が一人インディアンじゃねえかしかしインディアンは嘘をつかねえから勘弁してやるぜそれから今俺はテスト期間中だから俳句もギャグも書いてる場合じゃねえからこれぐらいで勘弁してやるぜ最後に言っておくぜ俺が本当に愛しているのはプップップー春日井だぜよろしく言っておいておくれあばよだってプップップー春日井に今度はこうすごいサンダーダイヤモンド秀樹、はい、ところがどっこいサンダーダイヤモンド秀樹によ挑戦状を送るっていうよだから秀樹が一回引退しただろ、うん、それでまたサンダーという名をつけてよ復活してきたからよこのエメラルドエメラルド T ってやつがよが新登場ほう本名長谷辰樹芸名エメラルド辰樹この何がサンダーダイヤモンド秀樹だ不届き者この俺エメラルド T が成敗してやるマークも考えたんだぞマークなんてつまんねえマークダイヤモンドじゃエメラルドそうだよ5月9日に自殺したダイヤモンド秀樹の亡霊だろお前はこの正義の俳句を受けてみろエメラルド正義の味方エメラルドはははは負けただろよしとどめだエメラルドスーパーヒーローエメラルドカッカッカこれで終わりだお前はもう死んでいろあと3回のうちにお前はこのラジオから姿を消すことだろはははははではさらばだヒューだってあんまり将来性ねえなちょっとね期待しましょうかちょっとねもう一枚来てんだけどさあれどこ行ったっけあ天才のバルタッチ大先生様おはようございますすおっちゃんおはようエメラルド T というものです僕はサンダーダイヤモンド秀樹さんに挑戦状を送りつけましたが天才のバルタッチ大先生とおっちゃんに質問ですサンダーダイヤモンド秀樹さんは一体何歳なんですか年上には弱いんです僕やばいな家に殴り込みに来たらどうしようしかしあの悪のゴン化身の好き勝手にさせませんこの俺強気になったいや強気になった急にね、うん、正義の味方エメラルド T は年上だろうが命ある限り戦いますかっこ死んだらおしまいかっこ閉じるでは正義の俳句第3弾いきますエメラルドダイヤモンドをやっつけろこれであの悪の化身もかなりのダメージを受けたことでしょう年賀状がかなり余っているのでしばらくは年賀状で勘弁しておくんなせではさらばヒュー弱っちゃったなそうエメラルド君ね、うん、はい、ね、こういうハガキは無視したいんだけど無視せずにはいられないじゃないですかこの次元の低さ大バカ野郎、はい、それでクールはどうしたクールクール、はい、クール、クールは最近ハガキじゃなくて封書で来んだよでまた封書でよ出すなっつうのに最近また封書が山ほど来ててよ、うん、封書で出したやつはもう今度から読まないからね俺クールといえどもまたもうクールがもうつまんねえんだよクールはよまず何でもいいけどよちょっと字をきれいにしろって言ったこいつの字は象形文字みたいな字書いてるまっ全くよ少年の字みたいな腹の字って感じかなそうそうそうあるある腹ちゃんの字だないんだよ俺はモテモテだぜなんつってそのモテモテぶりを苦にするぜなんてその1クールくんいつも周りに女の子その2クールくんモテ
って持ってて仕方ない。3、クール君モテすぎちゃって罪なやつ。4、クール君全てのやつはやつ、全ての女はやつのもの。すまん。はい。はい、どうも。クール君、また来週に期待したい。頑張って。そういえばさ、田所豊が日本帰ってきてさ、うん、この間、ちょっとさ、あの、うん、家近いからさ、うん、夜さ、飲み行ったんだけどさ、うん、テープ、新しいの。どうちゃん、これが俺の新しいやつだよ。まあ聞いてよって言ってさ、今聞こうぜとか言ったら結構照れちゃってさ、いいよ、ここで聞かなくて、家で聞いてよとか言ってさ、うん、すんごいんだよ、すべての女は俺のものなんつう、あ、世界の女は俺のものとかなんとかいう曲があってさ、ねえ、なんでもいいけどさ、これどういう顔してさ、これ歌うの？ノブちゃん、それ一個なしだよ、お互いとか言って。まあ一応俺はこの線で行くからさ、とか言ってさ。そうさ、面白かった。今日このほら、この着てるさ、うん、変な T シャツあるんでしょ、うん、ハーレー・ダビッドソン、うん、これ田所豊がなんか引き出しの中から出してさ、ノブちゃんに今日は T シャツをあげるよ。これ。いいでしょ、なんて俺も、よくねえとも言えなくてさ、自信満々で持ってきたから、まあね、なんて言ったらさ、これロスのなんとかって店でしか売ってない、日本じゃ買えないからさ、なんてさ、見上げなって言って、俺一回着ちゃったけど洗濯したから平気だよ。くれるか普通そんな。ほんとしょうがないから着てきたよ、うん、あれでバックプリントだぜこれ、ピンちゃん俺好きだよ、ね、そうか、おっちゃんとか好きそうだけどさ、うん、まあね、なんだか、それで三國さんつってピアノのさしていいんだけどさ、三國さんこれ途中で電話があってきてさ、俺変わって話してたら盛り上がっちゃってさ、うん、三國さんもおいでよとか言ったらさ、おい行く行くなんつってさ、3人でなんだか朝方までさ盛り上がってるんだってさ、それであの俺が座ってた椅子のさとこガーッと寝転がってたらさ、変な気持ち悪いアクセサリーみたいなのがいっぱいあってさ、相変わらず気持ち悪いね、いっぱいこれジャラジャラしてんなとか言ってるさ、おっ俺はもうそういうのは卒業したからよとか言って、ノブちゃん、ノブちゃんにやるよなんつってさ、それでなんか変なのくれたんだよ、ああそれで俺ファスナーのやつ、ね、そうそうしてきたらみんなに言われたよ、うん、気持ち悪いとか似合わねえだけどお前せっかくユカイ君がお前くれたんだからよ、うんうん、それ捨てるわけにもいかないしよ、一応いつも身につけてよもと思ってたらどっか行っちゃったそれで結構俺気が重くなっちゃってさこの間ユカイ君に電話していなかったら留守番電話したあの時ユカイ君がくれたあのネックレス肌身離さずしてるぜとか大嘘ついたいや探さなきゃまずいよあれ、今度会った時してないとブーブー言ってたから、あれどうしたんだよなんて今度やんだねコンサートも、そうね、うん、まあどうでしょうか、皆さん期待してほしいんですけどね、ダイヤモンドユカイということで、まあそのうちこっちの番組にも来るよあの調子だと、うんうんうん、まあ、ヌーちゃんそこまで言うとか言いながら来そうな感じします。では次の曲、花田博之、ストーン。はい、花田博之の最近出た新しいアルバムの中で一番気に入った曲でした。ではコマーシャル。はい、そういうわけで、次はミラクルバック。はい、ミラクルバックはよ、このコンサートどっかこれ遠くのやつなんだよね、岩手だか、うん、なんだ来てたらしいんだけどよ、あの来たら来たで自分から俺のとこに言ってこなきゃダメだよ楽屋訪ねてくるとかよ、うん、その T シャツを着て私が大和田ですっ て、うん、そう写真が送ってきたんですけどね、なかなかあの来る高志町のあのねセックスピストルズの T シャツかなんか着てて、サングラスかけてから顔わかんないんだけど、もらったなくそんなに変な感じではないですね、うん、かっこいい感じで、この思いっきりそのふんぞり返ってカッコつけてる割にはなんか畳の茶の間みたいなところで情けないっていうどうなってんだっていう感じがしますが、はい、いろいろハガキがミラクルバックも来てて、うん、まあねクールたかしも字が汚いんだけどさ、ミラクルバックも汚いんだよこれが字が、それで字がよ最初の書き出しから来てだんだん後ろに行くに従ってますますだらしなくなってきて、終わりの頃になってくると字がでかくなってきてさてめえでもう何書いてんだか分かってないのかね、これいっぱい書いちゃってさ、でもいっぱいくれて嬉しいんですけどねおいロバーラ、先週の俺のハガキだって俺はいかにも暗い少年で人生のことを深く考えているように思えるが、たまには考えてもいいだろうバカじゃねえんだからよ、
俺がどんなやつか分かってもらうためにこの前の国語の時間に書かされた感想文を送ってやる。それで俺がどんなやつか分かるだろう。しょうがねえから写真も送ってやる。まあかっこ悪いけどこれしかなかった。なぜかサングラスをかけている。俺のファンの皆さん、誰とは言わんがバカなことばかり言ってねえで、たまにはああいうのもいいだろうってことさ。これからはくだらねえハガキ出すからよ、よろしく。それに俺の弟子のコーナーにもハガキくれよなって。それに俺は学校がつまんねえと言っただけで、学校終わるとバンドの練習とかで割と楽しいぜ。やっぱり男はパンクだなってそれでね、そう言いながらね、裏にね結構たくさんまたね詩とかね、うん、こうなんか詩か、こういう詩書いたり真面目なこと考えたりするような顔じゃないんだよな、この写真で。ほうほうほう。さっき感想文あったら感想文、これがでもやっぱりね大バカ野郎なんだ春の陰りっていう本かなんかを読んで、うん、感想文書かされてんだけどさ、うん、春の日のレイプって書いちゃって、自分で先生に怒られてんの。博士引かれて陰りだって。本当は春の日の陰りという題だったが、こう書いたら先生に後で怒られたんだってダセーやつ頑張っております。はい、まだあのね、立体的な企画はどこ行ったんだってお前が考えろっつんだよ、立体的な企画は。こうだいたいミラクルバッグはお前ダチにしてやったんだからよ、考えろっつんで、ね、名誉挽回にも読んでくれだっていっぱいくれてんだけどね。もうちょっとあの字をきれいにして内容を整理しておくってください、ね、うん、俳句もぼちぼち飽きてきたからやめっからさ、もう、うんうんうん、もうちょっとこう立体的な企画を探して。でね、森岡雅也って一回いなくなったやつがね、最近ねまた手紙が来てね、どうも森岡雅也です。2ヶ月のブランクを引き下げて再び登場、復活宣言であります。レギュラーでもないこの僕が消えたのは1990年4月4日。ハガキを出すのをやめた理由は、はっきり言ってハガキ代が無駄だと思ってなんだこいつ、なんだこいつ封書で出してくんなっつってんのに封書で出してきてんじゃねえか。でもハガキ出さない間もちゃんとラジオは聞いていた。ダイヤモンド悲劇の復活とか、バンダーナ中村のこととか。でも最近は何が何でも順次順が僕はいいと思う。それと大きなお世話だけど、短歌のコーナーやめた方がいいと思う。やめるよ。ラジオ聞いて思ったことは、眠たいので2時台のハガキのコーナーを1時台にやってほしいということでありますだって。これからまたちょくちょくハガキを出すので、のぶちゃんうっちゃんどうぞよろしく言って。大きなお世話だっつうんだろうな。3時台にやってやろうか、もう放送終わってから。まあこいつも復活してきたってことで、ところでお前バンダーラ中村ってやつはどうなったんだ、その後東京ディズニーランドにゴールデンウィーク行くとか、とぼけたこと抜かしやがってよ。見つけたらお前ぶん殴ってもうしばき上げてギンギンだぜ。まあ、名古屋楽屋に遊び来てもらうと。やだよ、そんなやつ楽屋なんかいるんやなんで楽屋に入れなきゃいけないんだよバカ野郎。だって会ってみたいじゃん、あやつ。会いたくねえよそんなやつには。俺はお前厳しいだバカ野郎。次の曲はクライベーツでストップブレイキンダウン。はい、プライベートでストップブレイキンダウンでした。はい、次はですね、はい、何がなんだか順々順々、うひょ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 、こんばんは、野原大先生、高橋大先生&ディレクターの塩瀬さん、僕の名前は何がなんだか順々順だよ、はい、だからなんだっつうんだよ、はい、あ、それだけだけじゃあかわいそうだな。いきなりですが、この間俺とミラクルバッグの登場の仕方はスケールが小さいと言いましたが、俺は昔信原大先生に兄弟と呼んでいいと言われましたが、その次の週に取り消しになったので知らねえ、覚えてねえ俺そんなの。その時信原大先生がレギュラーになったら呼ばせてやると言ったので、呼んでいいですか呼んでもいいよ兄弟それができれば俺はもっとスケールのでかいハガキを書くことができるんだけどさ。よし、来週俺は期待して待ってるよ、うん、だからよ今さチャンスなんだぜ。だってダイヤモンド秀樹はお前テスト中でいまいちインパクトがねえし、クール秀樹は封書になって字が汚い上によ細かいことばっか書いてきて面白くねえしよ。ミラクルバックとね、ミラクルバックとこのなんだ順次順、うん、順次やっぱりスケールがちょっと小さい。ミラクルバックの方はねダチだからさ、あの一応ねあの兄弟より超えてんだよ、ダチだからさ、結構ね、うん、真面目な話題が多いんだよ、放送では読まないけど、うんうんうん、それでまあ一応そういう俺はこうテレパシーでさ、うんうん、情報は交換してんだけどさ、今一つねチャンスなんだよ今は本当にだって桜木玲子だっていなくなっちゃったんだよ。そうそうそう、そうだよ。で、うん、今はすごいチャンスなのによ。で今そのレギュラーになってんのはこの、うん、
ジュンジュジュンとミラクルバクトよ。あとね、こいつ中垣ね、うん、中垣がブルースファンでさ、こいつもまあちょっとあんまりこうギャグは自分がギャグのセンスないっつうんでさ、まあ音楽的なハガキが多くてさ、音楽的っつうか、まあ趣味が合うんだな俺とかと。だからこいつとも俺は一応テレパシックに付き合ってんだけどさ、今一つだからチャンスなのになかなかないんだよ。今日さ、なんだっけ、エメラルド T っつうのが登場したけどさ今だから今チャンスなんだからガンガンハガキで送ってくりゃいいのにさ。だからね、欠点はね、あのその後送ってくるやつの欠点、うん、文章が長すぎんだよ。それで肝心のこう自分の言いたいことのところに行くまでがあまりに長すぎて、うん、そこまでもう放送で読むのがめんどくせえもんだからさ、うん、一回初めて俺がそのここ放送局に来て読んだ時に結構笑ってもさ、もう2回読みたくなくなっちゃうんだよ長すぎて。だからあの最初の頃のダイヤモンド秀樹とか、うん、あの桜木玲子とかさ、あの誰だクールとかさ、うん、みたいにこうインパクトのみ。そうね、内容なんかないんだよ誰だって。それ内容がないハガキガンガン読んでるから、結構真面目なさリスナーの人から内容が薄くて曲だけだとか曲だけに期待してるとかさ、いいんだ別に俺の内容が薄くたって俺がおかしければいいんだからよだからそこら辺ちょっと一つ頼むぜって感じない、うん、ある、うん、あるよな、うん、こいつなんか結構大バカだよ。名古屋の篠田のぶちゃん元気？眠くない？よかったら今度俺ん家来てくれよだけチューニング、暑さで狂ったパンク野郎って。もう配管も今週で終わり。わかりました、うん、もうつまんない、うん、リクエスト、ジョニー・サンダースのジェットボーイ、ニューアルバムのトゥーマッチジャンキービジネスの14曲目。ニューアルバムじゃないんだあれは、もともとカセットでずっと昔から出てて最近 CD 化されただけなんで、はい、それ知りもしねくせにニューアルバム自信満々って帰ってきて俺ん家遊びに来てくれよ。だって行くぞ本当に俺が家に遊びに行ったらどうなるか知らねえから、こういうこと平気で書いてんだねえ。じゃあもうじきあの話関係ないんですが、うん、マリアンヌ・フェイスフルが来日して、はい、僕の大好きな、心のアイドルなんですけども、見てがっかりすっからやっぱおばちゃんで、それでもやっぱ舞い上がるかな、つけようかな俺ホテルまでつけてって、うん、コンコンって感じを例えばあったらこれこれ、おっちゃん TM ネットワークの宇都宮さんに似てるよねって書いてある。それよく言われますね私この間テレビにして俺も思ったよあの篠宏子とかが出てる番組でさ、うん、奥さんとか言ってさ、いつになったら OK と言ってくれるんですけど、ちょっと待って夏が来るまで待ってなんつってさ、夏が来たら電話するわなんつってさ、夏って一体いつから夏なんですかって、ガッチョ気持ち悪いと思ってこの気持ち悪い男どっかで見たことねえかっつって話しててさ、大津に似てるやつをだからお前俺もマリアンヌ・フェイスフルのとこによ、うん、コンコンなんて訪ねて、マリアンヌとか言ってやってきたぜ、秋まで待ってとか言って一体いつになったら秋が来るんだよはい、すいません、はいはい、マリアンヌ・フェイスフルでホンキートンクエンジェルス。はい、マリアンヌ・フェイスフルでホンキートンクエンジェルス、もうじき会えるぜ、つうことでコマーシャル。はい、次はですね、イギリスにいるミノさんつって俺の友達から、はがき、はがきじゃねえな、手紙が来てるんですが、その前に1曲、ルールイスでラッキーセブン。はい、ルールイスでラッキーセブンでした、はい、さてさて、ミノさんつうのはね、昔からの友達で、うん、もう何年前かなにロンドンに旅立ってさ、あのデザイナーやってたんだけど、うん、年上なんだよ随分、35ぐらいだもう今年ぐらいで、女性でさ、それで俺なんかがアマチュアの時から仲良くて、それである日突然私はロンドンに何度か行ってたんだよロンドンに、うん、それでさ行くたんびにさ俺なんかにさブーツとかお土産とか買ってきてくれたりしててさ、うん、それですんげえやっぱロックンロールとか大好きでさ、うん、それで私はもうロンドンに行くことに決めたって突然旅立ってさ、向こうで死んじまえとかいろいろ言ってたんだよああせいせいしたとかさ、でまあ手紙はちょくちょくねもらっててさ、いろいろ向こうの感じとかね、あの電話で話したりもしたんだけどさ、うん、トゥーノブちゃん久しぶり、その後お便りしてなくてごめんごめんと、このパンフもすぐ送るつもりがこんなに遅くなってしまった。ノブちゃんはもちろんネルソン・マンデラのことはよく知ってると思う。4月16日にロンドンのウェンブリースタジアムでネルソン・マンデーラを迎えて一大コンサートがあったの。
この2年前にロンドンでは獄中のマンデラに向けて、70歳バースデーコンサートもしているので、今回はそのパート2、出演したミュージシャンは中を読んでもらうとよくわかると思うけど、私がこっちにいて一番意識が変わったなと思うのはミュージシャンとポリティカル、政治の関わり方、とても政治への意識が高いのねと、音楽をやっていく上でいろんな表現とかメッセージがあるけれど、音楽を武器としてやっていく方法もあるんだなと改めて思わされるイギリスのミュージシャンの行動、特にイギリスは南アフリカに経済援助をしていたり、その昔からの関係があるので、この春マンデーラ氏が釈放された時は BBC2 が、全中継をしたのと、イギリスで、私なんかポカンと見てたけど、その前後からの各新聞テレビの報道ラッシュはすごかった。一時期イギリスの話題がマンデーラ一色だった時期もあったのよと。でもこの状況はヨーロッパだけみたいで、すぐに後で聞いたら日本ではその種のニュースはゼロに等しいそうで、ああという思いがしたと。自分だって日本にいる時は政治には関心なかったし、南アフリカのことも聞いたことがあるぐらいの程度だったから仕方ないが、日本で伝えられるロンドン UK 情報とロンドンにいて実際こっちのミュージシャンとずっと一緒にいる感覚は全然違うの。チャートに入らないところで面白いムーブメントは起きてるし、ミュージシャンの位置がもっとシビアのように思えるんだけど、このマンデラコンサートも5時間ぐらいのコンサートでテレビ中継されてたし、各国で放映されてたんだが、日本では全く放送もされなかったそうで残念ですと、何か日本で意識がもっと変わっていくといいのにと思うわ。もちろんイギリスだってどこの国だって考えてないやつはいるわけで、ここが正義だと思わないし思えない。ただいろんなことを世間で起こってることをもっとマスコミが伝えてほしいと思う。だからのぶちゃんにこれ送りますねと、ミオさんからマンデーラの表紙のその時のパンフレットなんだ、ということで、ネルソン・マンデーラっていうのは南アフリカの、黒人の、まあ、指導者っていうかさ、南アフリカっていうのは人種差別が、ある国で黒人が押さえつけられているんで、その黒人たちの指導者がネルソン・マンデーラで、長いことずっと獄中にいたんですが、去年だったっけ、釈放されて、ニュースになったと。日本でもまあちょっとはね報道されたけども、やっぱりそういう輪っていうのはなかったし、でも日本も、南アフリカでは名誉白人とか言われててさ、そういう話は山口不二雄とかともたくさんそういう話したんだけどさ、なかなかそれはね、日本のもっと俺たちみたいなミュージシャンが口に出すのもそうなんだけどさ、もっとこうバインっつうとこできちっとね、それ報道してどうこうっつうんでもないんだけどさ、俺は単純に昔からその人種差別とかっていうのはすごい興味があってさ、嫌いなんだよね、なんかそういうさ、肌の色とかさ、血がどうこうとかさ、自分の身の回りにだってあるからさ、そういう日本にいてもね、そういうのが俺はすげえ嫌いだからさ、なんとなく南アフリカのこととかさ興味があって本読んだりとかさ、一応自分でもそういうことには興味があるんだっていう意思表示はさ、ちょっとずつはしようとはしてるんだけどさ、まあでもね、変な言い方なんだけどさ、俺がねマンデーラとかさ興味あったり好きだっていうのはさ、なんかこうさ意志の強さが好きなんだよね、そうやって獄中に何年もいてもさ、出てきて最初にマイクの前に立ってさ、これからも戦っていくとかさ、そういう感じがやっぱりタフなっつうかさ、自分の意志を貫き通すっていうさ、ブルースマンで俺が好きなさミュージシャンとかもさ、そういうところをすごい感じるからさ、例えばキース・リチャーズとかさ、ローリング・ストーンズのメンバーとかにしてもね、そういうところが大好きなんですが、もっと機会があったらそういう話もしてみたいなと思いますが、またミノさんからもロンドンとかの面白い情報を寄せてもらいましょう。しかしなんで俺放送局に送ってきたのかねなんで俺がこう番組やって知ってんだろう、誰かが言ったのかな、いろいろ友達がオブちゃんとかいて言ったのかもしれない、さて次は、まあネルソン・マンデラとはちょっと関係ないんですけども、サーティスフロアエレベータースっていう、アメリカの当時60年代のガレージバンドっていうかサイケバンド、そのバンドのローラーコースターです。サーティスフロアエレベーターってローラーコースターかかってますが、時間がなくなってきちゃったんで曲完走できないっつうかわいそうなバンド、こうトゥク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 っつうのが特徴なんだけどさ、まあ来週ぐらいにもう一回腹をくくってきちっとかけようかなって気がします。今日もそういうわけでもうぼちぼち終わりになってしまいましたが、はがき用の紹介っつうか紹介じゃねえ宛先ね、はい、461-03 東海ラジオ放送、信原達志とおっちゃんの SF ロックステーション係まで、
いろいろレギュラーメンバーを今チャンスということで、とびきりバカバカしいギャグもしくは真面目なハガキとなるべくハガキで出してください。待ってますか。今日はブルースリーってことで、うん、まあね、来週何かね、またあちょーっつのやってもう一回大丈夫大丈夫、あ、オッケー。それじゃあ今日最後の、曲になりました。放蕩息子ザ・ローリングストーンズ。じゃあ皆さんさよなら。